まあ、やってみると分かるんですけど奥が深い、うん、なかなか思うように釣れないんですよ、はい、それがもうすごく楽しくていろいろ試行錯誤して考えながら釣りをするのが楽しいですね。他で釣りなさない方もいらっしゃるし、海でとか川で釣りが大好きで、ね、天気によって行けないからここに来るっていうお客さん もいらっしゃるし、今女性だけでも女の子のお客さんなんか昔はあまりいなかったですけれども、カップルのお客さんとか金曜日なんかは、カップルだけになって男の子がの一人のお客さんがかわいそうっていう感じの時もあります。はい、ないのでこういうところで釣りができるっていうのはいいと思います。そう、子供がやっぱすごい喜ぶので、はい、来たがるんです子供が。はい、平日はサラリーマン層が多いんですけど、週末になればファミリー層で、特に今日はもう春休みということもあって平日にもかかわらずお客さんが結構いっぱいいらっしゃるという形で、はい、いらっしゃい。難しいね。